ウーバーイーツの働き方というのは一人一人が全く別の別々に働く個々で働くというのいう形になっているので、組合というものを結成してみんなでまとめた意見を単純に、上に上げて話をして解決したい、これだけです。でこれがもう2年半ぐらいかかりましたが、ようやく東京都の労働委員会の方から命令として出たので、まあ、ひとまずありがたいことかな。